はい、ということで、今回で年表ラストということになりまして、うん、はいはい、2020年までのね、そう、あの俺たちが、まあ、全部振り返ってきたからね。そうね、うん、いろんなことずっと振り返ってきたけども、これね、全部、うんうん、結構長かったね、うん、1年1年以上やってましたけど、うん、35年ぐらいを振り返った、もっともっとだね。そうね、ジュニアで入った時からの話とかも、そうやってたね、うんうんうん、なかなかと随分やりましたね、本当に、うん、すっごい、ね、でもこれも全て森山良子さんのおかげですよ。そうそう、途中で、まあ、来てくれてね、ありがたいことに、ね、ありがとうございました。本当に面白かったし、うん、いやでも本当にこうプレゼンも含めてこう、うん、俺たちがこの今までやってきたこと、うん、ずっとこう振り返って、で、まあ、最後にこうやってあのね、うん、じゃあ35周年だったわけですけども、うんうんうん、それで対処に至るわけですけども、うん、その最後にこの35周年アルバムを出そうということに対してあの、まあ、お話を、うんうん、まず2020年の9月に対処っていうのが発表になったね、発表になったね、うん、それ経緯というかどれぐらいから具体的に、まあ、それ何か長いこと続けてると、うん、対象っていうのは何回か頭をよぎることはそれまでにもあったかもしれないけど、うんうん、だから本当はだから例えば35周年で例えばコンサートやるのか何するのかっていうことの、うん、あの案もあったんだけども、うん、なかなかそういう時間も3人とも取れない、うんうん、じゃあどうしようかっていうこともあった中で、じゃあこのアルバムを出した方が、うん、いいんじゃないかっていう提案、うんうんうん、でその中に例えば何もできなかったからね、そうそうそう、要はね、うん、今のねそのねやっぱり流行性感冒みたいなね、そうそうそう、ことで あっていろいろライブとかそういうのがね軒並み、うん、本当にその、まあ、その最中であったんですけどね、でもせめてなんかねこう、うん、やれることないかなっていう話だったんだよね、うんうん、これ、うんうん、そう、でも気持ち的にはまずほら続けることもできたわけだし、少年隊という形、3人の形で、うんうんうん、だけど対処 してっていうのってのはお互いそれぞれ連絡取ってそういう話してたりしたのか、どういう感じだったの？まあそれぞれ個々に、うん、あのいろいろ考え方とかやり方とかね、やりたいことって絶対あったと思うの、3人とも、うんうんうん、でやはりその、うん、錦も錦で演出の仕事もやってたし、うん、では多分そのでも同じ時期だったんだけどさ、うん、基本的にだから僕は僕なりに考えて、実はそのいろいろまだジャニーさんが生前の時からね、うん、まだ僕は四国で仕事してる時にもいろいろちょっと相談事は、実は僕はジャニーさんともいろいろ個人的にもあの電話だったんだけど、向こう僕四国にいたから、うん、それで2時間ぐらい話していろんなこと聞いてもらってね、うんうん、で僕なんかにも考えてることやって、別にその時期的にあの、まあ、植木さんと同じ日にちにしたんだけども、うんうんうん、基本的に別にだから僕ら話し合って、うんうん、あれこれだけは誤解ないようにしてほしいんですけど、うんうん、あの別に口裏合わせてやめたわけじゃないなんだよね、そうそうそう、お互いやっぱりいろいろ考えて、うん、僕の中ではぶっちゃけ言わせてもらってジャニー事務所ってところにお世話になって、うん、でもやっぱすごいね、あの素敵な事務所であったし、いろんなこと習ったのもジャニー事務所だったんだけど、うんうん、だけど僕の中ではそのなんだろうな、やっぱりジャニーさんが存在しないってことが一番そのあの考えたことなんだね、ジャニーさんのいないジャニー事務所に、もう俺の中でだよね、うんうん、これ語弊にならないようにしてほしい、うん、語弊があるかもしれない、うん、あの俺の中ではその意味をなさなくなってきた、うんうんうん、意味は何だろう、ジャニーさんいないってことは何だろう、うん、ってちょっと僕の中で考えたところがありましたね、まあ俺も同じ、やっぱりそのジャニーさんが、ね、いないっていうことは、その今までこう自分にとってうん、あのやっぱりその芸能の父であり何でありっていうのいろいろあったけども、まあ、そのこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないのとかいう人がいなくなってしまった場合により、じゃあどうするんだろうって、うん、でもそれは逆に言ったら今度はその頼ってばっかりじゃいけねえと、うん、これはじゃあ自分で何かやっぱりその教わったことに対して、それをジャニーさんに教わったことを何か自分一人でできることってないだろうかっていうこともありながら、うんうんうん、まあ、対処に至ったっていうものがあるんじゃないかなと思う、うんうん、だから多分あの、ね、ジャンルは違うといえども多分方向性っていうのは多分錦と一緒だったんじゃないかなと思いますし、うん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 、でそれがたまたまその時期もあったし、うん、でそういう意味では
お互いで話すこともできたのね、辞めるにあたりもそうだけど、うん、でもそれは口裏合わせたわけじゃなくて、うん、その方がいいと思うって俺も思うんだけどっていう話で、うん、でまあこういう形になったけども、うん、まあそのジャニーズの方もまあそれはそれで快く、うん、ね、対象に対して送り出してくれたっていうこともすごく感謝してますし、うん、でそこにあたりじゃあせっかくファンの方がいるんだから、うん、何かしましょうかっていうことで、うんうん、このアルバムを、うんうん、作るに至ったわけですけど、うんうん、まあ、ボックスにも出させてもらったんですけど、これね、うん、よかった。だから基本的にこれやっぱり俺たちっていうのはね、うん、その昭和芸能の時代なんだなと思ったのが、うん、やっぱ VHS だったりとかさ、残ってるものがさ、うん、ね、うん、そういうもの、まあ、ベータももしかしたらあったんじゃないかっていう時代だと思うんだよね、うん、それがだからね、完全的にその昔のから、うん、ディスクになるっていうことってなかったんで、そう、うん、これは俺自分たちとしても嬉しいよね。嬉しい嬉しい、うん、だからそれを残してくれてただけでも感謝だし、うん、でそれってやっぱりなかなかそのものって残して見ることってできないじゃない、うん、それをちゃんとずっと二十何年間もプレゼンを残して、うん、それをちゃんと皆さんにまた、うん、DVD として見せられるっていうのってすごく、うんうん、いいことだなと思ったし、うん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 、でそこにまた自分たちの曲、うん、今まで出した曲を出していきましょうっていう話と、うん、あとはその今回そのこの時に作った時に未発表曲っていうのがあったんですよ、うんうん、自分たちがその歌ったんだけども、うん、まだ世の中に出てないっていうのがあったんで、これどうですか、うん、っていう話になって、うん、でそれを全部かき集めて、うん、俺なんか聞いてみたら自分でも覚えてないのもあった、うん、ね、言ってたね、そうそう、あったあったあった、あれたまにあるんだよ、ね、ゲートとか、ね、うん、ゲートなんかも、うんうん、俺こんないい曲あったのあれね、そう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 、すごくいい曲で、うん、これいいじゃんっていう話になって、でちゃんと3人歌ってるから、うん、これはやるべきじゃん、出すべきじゃん、うん、選曲っていうのは植草君結構もう全部全部関わらせていただいたんですけども、うん、じゃあ普通にシングルコレクション入ってて、そうだよね、そう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 、じゃあこれどうしよっかなってのもあった、これ入れるか入れないか、それとも結構パッと決まった、結構決め打ちもあった、うんうんうん、決め打ちあった中で他にないかなっていう中で、うん、その音楽スタッフが、うん、これもあります、うん、あれもありますっていうのがあってて、うんうんうん、で撮り直した方がいいなとかいうのもあったんで、うん、撮り直したよね、撮り直したのね、うん、でもすごい良かったね、みんな、そうで、うん、撮り直したのはこれとこれとこれは俺は撮り直したいって言って、うんうんうん、で多分錦は絶対これは好きだから、多分絶対にこの曲は撮り直しても OK だろうなとかって大体わかるから、うんうんうん、結構すごいね、植草がだからこれね、間違えてそのなんだろうな、これびっくりするのはね、そのラインナップ、この仮面舞踏会が始まってね、うん、このなんだろうな、デビューシングルからデカメロンになったりとか、その、ね、順番、うん、正確にね、この植草が随分正確にね、ちゃんと覚えてんだよね、違う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 、それは踊りの順番覚えてないんだけど曲のね、これは当たり前じゃん、今まで出した順番をちゃんときちんとたどれば、それまでだからできます、踊りの順番覚えてない、踊り順番覚えてない、覚えてない覚えてない、うんうん、それはねしょうがないけど、としてもただやっぱりさ、ちゃんと正確にほら、ね、順番通りに出さなきゃいけないから、それももちろんあって、うんうんうん、であとはそのプレゼンの中に入ってる曲もあったりとかいろいろあって、うん、でそれ全部抜粋して、うんうんうん、でそのなおかつ歌ってない、要するに世の中に出してない曲も出して、うん、でじゃあこれ取り直そうっていう、うん、一番自分たち心に残ってるようなものと、うん、大人になったらこれ逆に言ったら俺ね覚えてんだよ、ルンバサンバボチャノバチャチャチャボチャノバボチャノバボチャノバいいね流行るかもしれないボチャノバボチャノバチャチャチャで、あれは相田さんメモってるからもうちゃんとテロップで言うかボチャノバって何でしょうってあの曲も、あの曲も錦がレコーディングしてる最中にこういう曲いいよねって言ったら、子供だからだよ、この曲いいよねって言ってて、これさ大人になって歌った方がかっこいい曲だよねっていうのを覚えてた、うんうん、あだったらこの曲、うん、大人になったから俺たちも、うん、歌い直したらどんな感じかなと思って、うんうん、そこは取り直そうっていうのと、うんうん、あとは星屑のスパンコル、うんうんうん、これはやっぱり絶対に3人でやっぱ大人の声として歌った方がいいかなと、うんうん、その2曲は、ね、絶対って言ってて、うんうん、であと個人的に、うん、
俺ちょっとリクエストしちゃったんだけど、うん、錦の歌ってる曲で好きなのがあって、うんうんうん、でこれ錦がそれもまた歌い直したやつから、うんうんうん、でそれなんか心よく錦もやってくれたっていうからよかったと思ってて、うんうん、だからそこら辺はこれも童謡は入ってないの童謡はびっくりしたよな童謡のやつさ、うん、実はあの映像も撮ってんだよ、うん、実はそうなんだ映像も撮ってんの、うんうん、全没なんだ、全没全没理由はだねこれね冗談みたいになっちゃったんだよ緑山かなんか撮ってんだからそう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 ちゃんと撮りに行ってんの、うんうん、緑山スタジオで全部セット使って全部やったの、うん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 、全部やったんだけど、うんうん、それをメリーさんが見て激怒して、うんうん、こんなもん出せねえっつって言って、うんうんうん、それどっかあれメリーさんが怒ったのメリーさんが怒った緑山スタジオの人が怒ったよ、ね、出すんじゃないよこんなのこれだから一曲一曲全部セット作ったの、うんうんうん、緑山に、うん、でそれで全部一曲一曲やってそれも VTR DVD かなんかで売ろうとしたんだろうね、うん3人が出てきて踊って歌ってるのそう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 童謡のアルバムのやつあの、うん、小さい焼きとかね小さい焼き、うん、小さい童謡って言ってもねそうあのだからなんだろうどんどんヒャララどんヒャララみたいなやってんだけどさ、うん、俺はね童謡違うと思ったんだよな俺もうちょっとさなんだろうなオーブレネリとかなんかそういう向こうのね、うん、トムピリピであったりとか、うん、そういうのなのかなと思ったら本当にベタなのがいたから俺もびっくりですよなんかね、3人がね、うん、バスかなんか乗っちゃってるわけ、うん、でご飯かなんか食べてるわけ、うんねうん、でなんか東かなんかがなんかおにぎり食べてるんだよね、うん、で錦がそっちかなでそんなご飯食べてすぐ寝ちゃ、で寝ちゃうわけ、うん、その寝ちゃうとね、うん、牛になっちゃうよよくお母さんに言われてたことだ、うん、牛になっちゃうよ、うん、牛になっちゃうんだよボンちょっと牛になっちゃう牛のかぶり物とかよく作ってんだよ今からでもなんとか見れないかね。多分そっちの方が今面白いんじゃないかというぐらい、うん、まだ早かったんだよだから、うんうん、あの時期にそういう僕らみたいなアーティストがそういうことやることがまだ早かった、うん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 、でまたほらあの村の珍獣のキャラみたいなとかさそんなことやったりとか、うんうん、であとなんかねあの矢倉が作って、うん、盆踊りみたいなのもやったりとかねあったよねったっけあったあったあっ た、そんなのがあったりとか、うん結構お金かかってんだよでしかも稽古とかするわけでしょ稽古しないあじゃないもうそのまま行ってうんいきなりやるんだそうであの後ろかぶり物なんだなもうどあれまあ日の目見なかったけど、うん、基本的にだって帰りにあの運転するタムちゃんかぶってたわけだからかぶって帰れやいや今だから昔だから許せたけど今だったらみんな多分警察通報だよ、うんうんうん、車運転手がかぶり物しながら運転対向車びっくりしてんだから後ろ牛が運転して大変だよそれ、うんそんなことあったの、よくでも覚えてんの内容そのお蔵入りになった割にだって大変だったもん時間かかってなのにボツって言うから嘘でしょって言って、うんうんうん、多分どっかにあるよそれ、うん、そういうのって他にもあったその未発表曲っていうわけじゃなくなんかあんなにやったのにいやそれが一番最高じゃないの、うん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 、だって全部撮ったの全部撮って全部なしになったっていうのは、うん、まあこれは本当に未発表曲でこれ本当悔しいのがさあの当初世界デビュー僕らの時もあって、うん、マイケル・センベロのとこ行ってずっとレコーディングしたじゃん、はいはい、結構ある、はいはい、英語の楽曲だけどねそう実はある、うん、それがだから原版が出版がジャニー出版が持ってるとしたらまだ残ってる、うんうんうん、ルックとかそれはルックはだからね、うん、一度東南アジアツアーでやってる、うん、それだけしかない、うん、やったことないそうなんだそういうのもある、うん、あるあるある、うん、でも全部英語、うんうんうん俺大変だったんだよ、うん、で俺はさ俺はね、うん、お前はいいって言われて、うんうん、俺あのマイケル・センベロの家のプールでずっと2人が終わるまで待ってたりやっぱりすごいんだよだからあれサクラメントの方にあるんだよ家がねロサンゼルスからちょっと走ったものね、うん、そうだから庭とかにさもう遊ぶもんとかやっぱ向こうの人だよプールあるし、うん、トランポリンだってこんなちっちゃいミニトラじゃん、うん、本当になんだろうな、うん、体育館にそれを置いてあったりとかさ、うんうん、遊ぶとこいっぱいあるんだよ、うんうんうんすごいよね、プールもあってなるのもう全部そこ行けば全部 OK でそこに行くまでがマイケル・センベロってみんな分かりますから、ね、あのマニアックっていうあのフラッシュダンスの中のマニアックってシーザーマニアックフラッシュダンスだからマニアックっていう曲を提供してたアーティストで、はいうん、でその人がなんかプロデュースしてくれてやってただってディレクターだって僕らの時だってあのミニリパートンの旦那のリチャード・ルドルフがやってたんだそう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 なんだそうそうそうそれで僕らの仮歌歌っててくれた人が、うんうん、あのその時はリチャード・ルドルフさんと割とパートナーチックだったから、うん、あの笠井公子さんが言ってくれてた仮歌笠井さんが言ってくれたりとかしたそうなんだ、うん、へえ錦覚えてる、ね、あれはね結構貴重だよねうん、うんうん
でだからマイケル・センベロの家まで行くのに、うん、ロスで俺たち泊まってたんだけど、うん、1時間ぐらいかかったのかな。それ運転してたの錦だからあれ運転ってしたよしたよね、うん、ああ免許取ったばっかり、そう、あ、そうなんだ。そうそうそう、でも日本で運転するよりは しやすいよね。だからあの高速道路が本当フリーウェイだよ、うんうん、日本で言ったら1車線分ぐらいが1車線だから、うんうんうん、結構それ通ってたよね、うん、通ってたよ、うん、あのホテルもカムストックでね、そうそうそう、あのモーテルみたいなところでさ、そう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 、低層のとこでね、そうそうそう、あれいいよね、あそこ、よかったよかった、どこなんだろうね、あれ LA って感じの道、ウィルシャワーじゃなくて、なんかそのいう、ね、ラークホテルとか、なんかそんなような名前だったな、でもモーテルっぽい、そんなに海じゃない方、海じゃない方なんだよね、キッチンもついてるし、中に真ん中にプールもあったし、なんかすごい住みやすかった、面白かった、そんなのもじゃあオクラになってる、そう、オクラっていうか、まあオクラなのか、これが本当にあの貴重だと思います、これ、うんうんうん、これ僕らでもどうにもなんないんで、そう、うん、どこにあるんだろう、うん、それ、これ聞きたかったら皆さん署名運動だよ、ね、でもお客さんがほとんど歌ってないってあの大事なとこだけは歌ってるんだけどあの細かいところは、うん、あのちんぷんかんぷんだったんで、いやこれ本当英語曲で、英語曲ね、大変だもんね、はいはい、でもこういうのさ、ソロ曲も入ってるけど、それは東くんとか西くんにこれどうとか言ったりとかしたの、事前にとかはなかった。いや、まあ、あの任せるってずっと言われてたんで、そうそうそう、ああそうなんだ、あのじゃあやりますって言って、うん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 、ずっと全部あのやりました、うんうんうん、であとはあのみんな音楽スタッフがいたんで、うん、アーダのコーダのしながらまとめてったって感じかな、うん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 、で出来上がった感じがこのアルバムなんですけど、うんうん、これだってすごかったもんね、うん、だからこれコンサートの DVD も入ってたりとかしてるはずなんだよね、うん、してるしてる、結構だからホワイトシアとかも入ってるんじゃないかな、入ってる入ってる、確か入ってると思う、ね、フレゾンとコンサートなんか、そう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 、なんもさ、その時多分退所するって話聞いた時もニュースで見てて、連絡そんな取ってる頃じゃなかったけど、まあ取り立てでそこで連絡するのもなんか変だしと思って、そうなんだと思ってたんだけど、これ発売するってなった時にやっばと思って、お金貯めようって結構なボリュームだからいや、こんなどっさりやるつもりもなかったんだよね、でもうちょっとさらっとするつもりが、やっぱりあれもこれもこれもってなってくるから、いやこれさ大丈夫なのと思ってて、でもやっぱりね、全てこうみんなに見せた方がいい、草なんか事務所の人間になって、あ家族の分何本か欲しいんだよねって、分かりました7万円になります、買うの、いやほど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 、うん、本当そうなの、マネージャーさんも言ってたよ、あの、うん、佐藤さんだけど、うん、僕も買ったって、だから、うん、ひとかに俺びっくりしたのが、ジュニアの子も買ってくれてる人いるっていうのはびっくりしちゃって、うん、買ったのっていうね、うん、みんななんか買ったっていうから、うん、あみんな買ってるのと思って、だからこう予備の分がどうのこうのとかそういうのは何もなかった、うん、でもちゃんとさ12月12日に届いたんだよね、お家に、素敵って思っちゃった、あそうなんだ、うんうんうん、あそうなんだ、デビュー日にねちゃんと家に届いて、で俺もらったのは、うん、ちゃんとあの植草かずいでって名前が入ってて、うん、ここああよかった、どこに入ってる、どこにそのなんかあの入ってるそのプラスチックのケース、そうケースの中に入ってる箱、うん、植草かずいって書いてある、書いてある、偽物じゃないのそれ類似品だったんじゃない、いや違う違う、あなたも書いてあったはずだから、錦織かずいって書いてあるはずだから、よく見てみて、どこ行っちゃった、どっかやっちゃったでしょ、どっかやっちゃったどっかやっちゃうよね、すぐにいねえから、そんなやつさ、ちゃんとなんとなくいつもだから、なんかあこれできましたからって CD とか昔からもらう、その場でもらっても、うん、その CD があんま家にたどり着いたことがない、うんうん、で自分がいらないって言うからね、帰りに寄ったとこであげてっちゃうんだ、そう、ほげちゃん人にあげちゃうんだ、よく見てる、うんうん、大事なんだよ、さちゃんと持ってねえでさ、そのまま人にあげる、ほげるほげるとかであげて、うんうん、それでどうしたのって、うん、ないって言って、うん、自分が貸していつも持ってくるんだよ、ああいう DVD とか CD って絶対仮パクが多いじゃん戻ってこないね絶対、うんうん、まあ、もちろんそうだけどさ、うんうん、で例えば今まで新人賞だとかさ、うん、ね、例えばその何ほらレコードでもさ、よくほらゴールドディスクだとかさ、盾みたいなもの、プラチナディスクとかって盾もらうじゃない、うんうん、俺はそんな興味なかったの、うん、で多分錦もそうだけども、うん、どこ行っちゃったんだろうなって話でね、見たことないなって俺、そうそうそう、あそう、いやでもいっぱいあの頃ってさ、 NHK 紅白出ると、うん、例えばトロフィーと、うん、なんか紅白もあったんだっけ、うん、思ったよ、記念のそういうやつ、そうなんか必ずマネージャーがなんか箱抱えてずっといたじゃん、うん、あれ何入ってんのって言ったら、うん、トロフィーが入ってる、うんうんうん、あそうなんだって、うんうん、3本ちゃんと3人1人ずつもらってたはずなんだよ、うん、
うん、であとはほら、うん、新人賞取ったってほらこうメダルあったじゃん、うんうん、どこ行っちゃったんだろう、うん、事務所とかに置いちゃうの、うん、置いたんだろうね多分、うん、その時もらったもらった家族に見せようとかそういうのない、何にもない、ないんだ、何にもない、そうなんだ、ね、そうでしょ、だって残ってる、うん、見たことないもん、うん、だからこの人みんなそうなんだよ、うんうんうん、全部だから、うん、あの全部あの自分たちに出した CD だな、いいんだよそんなのないよ、ないよ、だから俺もねえんだよ、本棚変なのばっか入ってるもんね、うん、開けた方な、あの見えるとガッて開けるとちょっと怪しいのそう偏ったやつ、そういうなんか自分のそう偏った思想のやつが、わけわかんない趣味のものばっかりはちゃんと大切に持ってて、ちゃんと自分たちのやつは持ってないから、この人だから不思議でならないんだよね、だから俺今になって、あ、いや、もう持っときゃよかったなとか思うんだけど、だって自分がその表彰されたとかなんだ、そんなみんなそういうのも何もないから、な、うん、ない、ない、だってグループだから個人的にないから、まあね、うちにある賞状なんてだってあれだもん、あの琵琶湖一周したのが2枚あるよ見た見た見た、琵琶湖一周するともらえるんだよ、それが琵琶湖一周いや俺賞状みたいな俺くれんの、そうすごいんだよ、上田さん、松竹の上田さんに頼んだったら俺の名前のところに琵琶湖一周、あなたは琵琶湖一周、琵琶一って言うんだけど琵琶湖一周サイクリング、その自転車走ったことをあの認めますって、うん、それに松竹新喜劇錦織一樹になって松竹、松竹一回も所属しないで、まあ、まあまあでもこれからね、うん、あのいろいろとあの2人でやれることも、うん、あのここでやれることも、うん、いろいろねあのお互いに頑張っていきたいと思いますので、うんうん、ぜひ皆さんよろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、それではまたさよなら、錦織は、うん、あのどう思ってた、 YouTube 自体をやろうとは思ってたの、やっぱり思ってた、思ってた、上草、うちの楽屋に、上草、上草、大変だよ、うち、俺の楽屋にさ、富永一郎って言うじゃん。じゃあ、自分で言うじゃん。自分で言うんだよ。番組キャディーよ。番組キャディー、ね、だっていろんなこと手伝ってもらおうかなと思って。ああ、ご進行とかね。はいはいはい。ちょっと改めてご紹介したい。来ました。はいはいはい。なんだそれ。時計つけてないから。時計つけてないから。後輩の子たちってのは、ほら、わりかしこう、デビューが早い。入ったなと思ったらデビューしてるっていう子が多いんだけども、うん、俺は昔やっぱり5、6年、うん、かかってるから、デビューまでよね、かかってるね、うん、できたできたできたって話になって、うん、できたのがそっちの、うん、いやって、うん、だったわけ、あ、でもホーリーブスとかがやってたんじゃない、ミュージカルはだから、まあ、それは もちろんそのジャニーズからスタートしてるから、うん、うん、じゃあミュージカル公演はやっててるんだ、あの、ね、先輩方が、だからそれが再びやるグループだったんだよね、ああ話せいいのに話さないやつ話せばもうよかったのに話さないでいいやつは恥がちなさしばらくずられちゃった、だから全部ボロボロになっちゃった、うん、よりつまりですね、本当はいい人間が悪者を演じるといいんです、こっちからのカメラでは何の影響もないから本人分かってっから思って、ライブのコンサートのビデオ見たら本人知ってるはずなのに、なんでそれで歌いながらファンの声見させてっから俺ファンの声指さして、指さ普通さ刺されんだろ、自分がどうだ一番痛い時だよな、一番痛い時に生まれてくる、そう一番痛い時で31回ゴールデンアロー賞演劇賞グランプリ受賞っていうのは取っちゃったんだよ、俺びっくりしたもんな、ね、大手ですからな、あ、ごめんなさい、まあ、なぜかなもらってって、光栄なことなんです、光栄なことなんですけど、うん、まずいってことだ、そうそう、嘘だろみたいな、取っちゃいけないだろみたいな、うんうんうん、だって大変な賞なわけじゃん、うんうん、ゴールデンアロー賞なんてさ、うんうんうん、演劇賞だろと思って、うんうん、取っちゃった、ピアノの音が入れたりなんだするの、うん、最新式のね、うん、これが機材つけられた、そうそう、すげえ稽古やったの、うんうんうん、だけど本番全然音が鳴らなくて、もう逆にこれどうしようか、これ仕上げちゃったらなんて言ってたら、逆に音が鳴らないことにより、うん、お客さんが笑い出してくれて、でなんかこうあれもなんか質問を受けて何してって、うんうんうん、なんか趣味は何とかっつって、うんうん、なんか欲しいもんありますか、うんうんうん、なんか俺9尺のヘラザオとかって言ったら、錦織が17尺のフェラガモとか言ったりとかさ、なんかそういうのあったりしたよね、大変だったね、だって俺見てて分かったも大変なんだろうなって、うんうん、だからクールって一番すごいから、うんうんうん、クール踊ってるの見てると、うん、あれ錦織これ大変だ、うん、これだってもう2004年でもだって俺も39ぐらい40近くなってやる踊りじゃないんですよ、だから、うんうん、そう、うんうん、先生のやっぱ舞台は面白かったです、うん、
はい、花道とか、花道が出てくる。はい、そこで花道って出てっちゃうやつですよ。俺が入ることにより、ちょっといろいろ変えてくんないっていう話を、ジャイさんから来たわけ。うんうんうん、でもっと向こうはものすごくすごいけどね、牙持ってるような、向こうが牙持ってるような、本当はマンモスなんだけど、うん、俺がちょっとゾウさんみたいな形なのかも分かんない、ね、うん、なんとなくフォルム、その辺のタッチがちょっと似てるのかなとは思った、うんうん、だから好きになったんだなと思うし、うん、でもやっぱりそう思うと、その二十何年間ずっと全部その記録として残ってるわけじゃない、うん、それはありがたいことだよね、うんうんうん、見れるわけだから、うん、だからそう思うとすごく良かったかな。ねえ、それはすごい、うん。こうやって振り返られる時もできるし、良かったと思います。うん。